だから、まああのー、もう全国の,その,あの教職員の、ね、皆さんに私も言いたいのはやっぱり、ね、生徒をねう喝しないでくださいということですね <laughs> 始まる前に、えー、もうのびのびと聞いてもらえばもうそれでいいのでもう伝,統芸能伝統芸能という言葉が出ると、ね、なんかピリッとするんですよ。 あつまららなないいいもんんだだっっていううかかイコールででがっちゃうみたいですねだからもう伝統芸能とかも言わないで、えー、もうほんとそれこそうんこ漏らす芸みたいなことでもいいぐらいの感じでねあのなんか聞いてもらえればいいかなと思いますねだってそれだけじゃなくてもそれだけあのもう今世の中がですね難しくなってきてましてもうそれ取り除いてもいろんな意味であのやっぱり学校なんかではやりにくくなっているそんな世の中でございましてどうも師匠ようこそおいでくださいましてありがとうございますあっ 申し遅れました私本校校長の佐藤敏夫と申しますえ佐藤敏夫英語に直しますと「シュガーソルト」でございましてね <laughs> <laughs> まあ元祖チラチラネームでございます <laughs> チラチラネームですかええー、チラチラネームまあ名前は佐藤敏夫でも教育方針は雨と無知口癖は校長は絶好調どうぞよろしくお願いします。<laughs> あの情報が多すぎてちょっとよく分かりませんけれども <laughs> あの初めまして私落語家のほかほか亭弁太郎と申しますよろしくお願いしますえー、よろしくお願いいたしますとにかくね師匠こうやって田舎の小学校にお越しいただきました本当にありがとうございますみんなで楽しみにしておりましたいやでも師匠ねあの写真で拝見しておりましてもずいぶん若く見えますけどもねまだあの四十二三人しか見えませんけどおいくつですか三十八です <laughs> 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 貫禄が終わりでございますからね <laughs> ああそうですかいやでも私驚きました落語家さんちゅうものはね皆さんあの着物姿で出歩かれてると思ったらね洋服姿でいらっしゃいましたからね驚きましたけれどもでもよく似合ってますねそのユニクロありがとうございます <laughs> それあの褒め言葉ですよねもちろんそうですよ今この日本でそのユニクロが一番に合ってるのはねあの師匠とほらあのテニスの若い男の子いるでしょあの頑張ってるえあれ何でしたっけほら西堀ね ABCDK ですね <laughs> その順番にいくとぶん時間がかかりますよははは よくお分かりでございますで、ね、いや、それにしても本当に師匠、<あ>ようこそおいでくださいまして。ありがとう。こんな田舎の学校にね、えー、お忙しい中お越しくださいまして。ありがとうございます。いやいや、別にあの、お礼を言わなくちゃいけないのこっちの方ですしね。それにまあ、そんなに忙しいってわけじゃないんです。えー、もちろん分かっております。<laughs> はいい分いかっております。というのはね師匠のホームページ中の拝見させていただきましたらね仕事の予定がほとんど入っておりませんでしたので、まあ、貧乏ひまわりっちゅうことで安く買いたたけるんでないかと教頭先生と話をしておりました。<laughs> あ、これもっとも師匠の前でいうことではございませんでしたねえカットもう遅いですよ。<laughs> 聞いてしまいましたからああそうですかじゃあ一つ聞かなかったということにしていただきましてねえミザル聞かざるイグザイルということでございましてミザル聞かざるイグザイル それたただやりたいだけででしょうよくお分かりでございいますねいやでもね師匠本当に今日お越しいただいてありがたいんですけれどもね実は師匠に落語をやっていただくにあたりましてね一つ立ってのお願いがございましてねえ、まあ、もちろん私今座っておりますけど立ってのお願いがございまして面倒くさい人ですね。 何ですかその立ってのお願いというのは、えー、実は師匠もご存知のとおり今ね世知がらい世の中でございます。もう我々学校がやりますことで少しでも生徒を傷つけるようなことがありますとねいろんなところから「やいのやいの言われます」ですからね今もう選ばれない子どもたちに配慮いたしまして学級委員長制度は廃止にいたしましたもらえない子どもたちに配慮いたしましてバレンタインデーも配信にいたしましてね学芸会に至りましてはみんなが希望する配役をちゅうことでこないだ桃太郎18 8人バージョンでお届けいたたししましたそれも男女平等ということで半分は桃太郎子ちゃんでございます。総勢18人の桃太郎と桃太郎子ちゃんが鬼ヶ島に行ったら鬼のなり手がいないから犬猿キジと一緒にきびだんごを食べて帰ってきたってどこが面白いですか?」。 盛り上がらないでしょうねでもねそうやって配慮しないとねいろんなところから文句言われるんですよもう世の中ねもうクレーマークレーマーってお前はダスティン・ホフマンかっちゅうぐらいねわ <laughs> <laughs> 分かります師匠あのねクレーマーと昔のハリウッドの映画分かりますよそんな説明いらないですから、えー、ですからねとにかく今日はね師匠にそのね、えー、誰も傷つけないような笑いというのをお願いしたいんでございます。 誰も傷つけないような笑いですか？ええー、そのことについてはね。教頭先生といろいろ話をした結果、詩を選ばせていただきました。えあ、ちょっと待ってくださいね。今、教頭先生通りますんで、あの挨拶させますんで、教頭先生、教頭先生、あ師匠おいでになったからね。ご挨拶するようにあ採用でございますか？あ、どうも師匠ようこそ、おいでくださいましてありがとうございます。私、あの東京出身でも教頭のまゆみと申します。よろしくお願いします。 もう一人鬱陶しい人が現れましたね。あのまゆみでございますっていきなりね。あ,あの名字ですか。いえ、あのまゆみは名前でございます。名字は旧姓が岡田、結婚して掛布あだ名をバースと申します。<laughs> どんなあだ名ですか。こちらのポンセが校長先生ポンセです。とにかくですね。 あの師匠にお越しいただいて本当にありがとうございます。えあの誰も傷つけないよということでですね、インターネットで検索をかけまして、落語か毒にも薬にもならないで、ポンと出たのが師匠でございました。<laughs> 一つ今日は誰も傷つけないような笑いでお願いをいたします。じゃあ、校長先生、私、支度がありますんで失礼します。はいはい。じゃあね、準備の方よろしくお願いしますよ。えまあそういういわけでね師匠 「そういうわけでね」じゃなくて校長先生さっきからあの「誰も傷つけない誰も傷つけない」とおっしゃってますけどね私この短い間随分傷つけられてますよ <laughs> まあそういうね細かいことは気にしないでね <laughs> それは瀬戸きクロマティさんね誰がクロマティさんですか <laughs> でとにかくねその誰も傷つけないような笑いというのをお願いしたいんですけど何かありますか 何かかありますかって誰も傷つけないようなのって難しいですけどもねダジャレか何かじゃないですかああダジャレですかどんなものがございますまあそのね簡単なところで布団が吹っ飛んだとかねあ布団が吹っ飛んだなるほどいいでもね師匠それいけませんね。 ダメですか「いえー、ダメです」というなはもご存じの通りね去年この地域にもたくさん台風がやってまいりましたその時いろんなものが吹っ飛ばされましたけど一番吹っ飛ばされたのが布団でございましたですから子どもたちの脳裏にその悲しい思い出がよみがえるといけませんのでねあのどうせやられるんだしたらこういうのいかがでございますか布団が吹っっっ飛ばななかかかたたううんんそれダジャレになってまませんからね弱りましたねりしじゃああの小話でどうですかあ小話話ででどす どんなのありますかもうねあの単純なところで昔のね賛否賞の有名なのでね「パンツ破けたよまたかい」というの「あなるほどねパンツ破けたよまたかい」あその「またかい」というのがねあの股間と上げンがかかってるって、まあ、そんなんどうでもいいですよ。それどうですかね それもいけませんねいやというのはね師匠ご存知の通りねパンツ破けたからといってすぐに帰る子ばっかりじゃないんですよね、破けたまんまのパンツ履いてなくちゃいけない子供もいるんですそういう子供の気持ちわかりますかうんまあ、それは分かりますいいわかってませんよ分かってたらそういうくだらない冗談は言えないはずです <laughs> ちょっと待ってくださいよ <laughs> ですからねそれどうせやられるんでしたらこういうのいかがでございましょうパンツ破けないね丈夫だね それ小話にななってないですから、ね、もうじゃあ定番でどうですか定番でねあの隣の空き地に囲いができたってね「へえ」というのは師匠塀の中で暮らしてる人たちの気持ち分かるはい塀の中でお勤めしてる人たちの気持ち分かりますか今も、ま、それは分かりますけれども関係ないでしょういや関係あるでしょうだってこれだけ子どもたちがいるんですからね親戚のうちで1人か2人ねそういう人がいるかもしれないでしょう。 いやそんなこと言い始めたらもう何にも言えないんですよ。 あ「じゃあうちだけ変いてね隣の空き地に囲いができたってねかっこいいというのは現実味がないでしょう <laughs> 隣の空き地に囲いができてかっこいいって言ってる人見たことありますか? <laughs>」。それはないですけれどもねでもこれ誰も傷つけないじゃんそんなことないですよ囲いのないうちに住んでる子どもたちどう思いますかうちは囲いがないんだからかっこ悪いんだと思うでしょでそういうのがだんだんいじめにつながっていくんですよその師匠のちっちゃな笑いのためにいじめがはびくるようになるいやうるさいですよ本当に。 そんなななこと言言ったたらねね何にも言えなくなりますよだいい世の中に誰も傷つけない言葉なんかありますかですからね「見ざる聞かざるイグザイル。いやだからそれ言いたいだけでしょだけど EXILE ファンだったらね「猿と一緒にするな」って傷つくかもしれませんしね「猿が大好きな人はイグザイルと一緒にするな」って言うかもしれませんようそうかでは校長は絶好調スランプ気味の校長どう思いますか <laughs> みんなが校長なね校長先生だけじゃないんですよ。ね。それを同じことを言うんだったらね不調でも校長って言った方がねそういう人も救われますでしょ。<laughs> おお不調でも校長なるほどね便秘でも会長につながるようなね反逆精神を感じますね。ああそうですかいや私それ座右の銘にさせていただきます。いや別に座右の銘にすることはないですけれどもねでもねそうやって気にしてばっかりいちゃダメですよ。ね。みんなでね包み込むんです笑いで包み込むことが大事なんです。 笑いで包み込む。え、そうなんですよ。例えば落語だってね、与太郎さんが出てくる話だってありますよ。だけどもね、その場にいてもね、みんなで笑えるということが大事なんです。だいたいどの会場行ったって2割ぐらい与太郎さん紛れ込んでるんです。でも一緒に笑える。それが大事なんです。だからね、一緒に笑うということが大事。配慮しすぎて排除しちゃったらいけないんです。 配慮しすぎて排除してはいけないなるほど分かりましたではこういうことですねパンツ破けたよと言われたら俺も破けたというまあ、それちょっと違うような気がしますけれどもでもそんな具合でよろしくお願いしますわかりました、えー、勇気が出ましたじゃあ今日はね師匠の思う通りの笑いをねドーンとぶつけてやってくださいえー、あ、京都先生京都先生ああ、あの準備できたうん、みんな子供たち体育館に集まってあだけども何 そんな商店にも出てないような落語家の話聞いたって、どうせ面白くないから、紙芝居でもさせろって言って、みんなでわーわー言って落ち着かない。<laughs> そう、落語家なのに落ち着かないんだそうでございます。うるさいですよ、本当に。そんなこと言われたって笑えませんよ。で師匠ね。あの紙芝居でもそんなことできませんよ。いや冗談ですよ。ねそんなこと気にしないで。師匠の思うね、笑いをドーンとぶつけてやってください。ね、うん。 不調でも校長失笑ででも笑うるさいですよ <laughs> まあいいですよじゃあ思い切ってやりますけどねあとでね親御さんたちからね何言われたって知りませんからねえー、気にすることはございません子供たちにはよーく言っときますよ今日ここであったことは何があっても見ざる聞かざる EXILE。